はい、皆さんこんばんは、シスです。というわけで前回、いやー、ウィルどうなったんだよ。海の木巣となってしまったんだろうか。そしてエッグの行方は果たしてというところで、続きめっちゃ気になるんですけど、ウィル編の続きどれかわからない、10回絵なのかなという気もしているんですが、出ているのは術師エレノアで、このタイミングで結構前から出てる、こちらの方ね、将軍の思い出の方を先にやっていこうかなというふうに思っております。名将ネーベルスタンも病には勝てず伏せる日が続いていた。ネーベルスタン、いやーでもネーベルスタンも結構もういい年なのかもしれん。やっていきましょう。おお、めちゃくちゃここいいな。ドイツのさ、ノイシュバンシュタイン城、あそこっぽくない？いや、シュバイン城の時はあれか、こんな下に直接城下町がすぐに広がってるわけではなかったけど、いや私ね、ドイツ行って見てきたんですよ。これね、橋の上あたりから見るとこんな感じに見えるんですよね。まあ大体ドイツってどこもこんな感じというかもっと似てるところあるかもしれんけど、いやドイツっていいよな。人も良かったし、もう一回行きたいと思ってるんよ。そしてハンノバ1264年、いやまた結構時間進んでしまったのかもしれない。ここどこ？あ、ネーベルスタン歩いてる、左上。初めてのマップだ。ギュス、やはり大人ギュスで、ヨハンの時よりさらに時間が進んだ感じかな。ギュスターブ様、将軍、近いうちに見舞いに行こうとケルビンと話していたのだ。もう体は良くなったのか？いやー、なるおじといい、ちょっとやっぱ年齢には勝てない人が結構出てきたな。ギュスターブ様、今日はお別れに参りました。どういうこと？死の病だった。自分のアニマのことです。自分が一番よくわかります。バカな、死を悟ったということか。痩せ細りベッドに横たわった姿でお目にかかりたくはありません。将軍としての自分の力で歩けるうちにと本日やってまいりました。ギュスターブ様に出会った頃のことをよく思い出します。ギュスターブに会った頃はさ、まだギュスターブ若造でさ、いや正直言ってめちゃくちゃ印象悪かったと思うよ。先代の領主をはめた感じになったじゃん。まあはめたんだけど、ずいぶん無茶なやつが現れたと思っておりました。冷静沈着な将軍からすると、私などは小僧だったろうな。いいえ、私はギュスターブ様と自分の若い頃を重ね合わせて見ていたのです。私も引退した父に代わってワイド校に仕えるまでは、自分の腕を頼りにあちこち放浪しながら生きていました。そうなんだ。そして誰もが経験することですが、自分の力を過信するようになりました。グリューゲルとフォーゲラングの間を一人で往復するという無謀な計画を思いついたのです。1228年、40年くらい巻き戻った。ということは、若き日の無茶なことをやっていた。おい、マジか。ネーベルさん23歳。いやでもさっき60くらいだったということか。この世界にしては結構高齢なのかもしれない。これってさ、私が覚えてる技継承できるわ。適性はないけど、一応ファイアストームなんか継承したら割とワンパンできるかもしれない。ここさ、一応あれだよね、カエル出るし、フレームナーガがカエル特攻40、非獣、引き、いやーアイテム的に火をつけるのそんな難しくないよね。
氷の槍で水のクベルを槍につける代わりにブルーウォーターを、いや、どっかで木をつけよう。ここに木をつけるか。古木の槍を、何でもいいな、木のツールをここに使わないものとしてつけて、ブルーウォーターを木にしてしまえば。そして待て待て、最も重要なのは、ついてないよね。ウィルの顔ついてないよね。ここ、わー、イケメンだな。ウィルの顔がついていたら、自己最速だっけ？自由行動かなんかの横にウィルの顔がついていたら、持ち逃げダイナミックの証。私は学んだ。兄さんに兄さんに最強のクベルを持ってかれて学んだ。え、持ってかれないよね。兄さんに最強のクベルを持ってかれた挙句、ネーベルさんに純最強の氷の槍持ってかれないよね。信じるぞ、ネーベルさん。ちょっとこの機会に多少処分しとくか。石斧とかもちょい処分して、水木の斧、あ、水木の斧普通に強えな。古木の槍、いやー、石片の盾、こういうの売っていいかどうか迷ってしまうんだよな。奇跡のかけらなんてさ、これなんか意味あんのかな。すごい弱いし属性もついてないのに。いやー、でもかけらを集めたらなんかとか。ブルーウォーター、こんないっぱいいらないな。ブルーウォーターだけは明らかにいらない。ブルーチップもいっぱいある。ブルーチップがいっぱいあるということはブルーウォーターいらんな。ブルーチップもいらんか。まあでもこのくらい持って、で結界石はさっさと使えって話で、帽子とかも1個くらい処分し、器具も処分するか。で今さらバックラー弱いな。バックラーも弱いからバックラーも売りまして、一旦このくらい。多分ね、持てるアイテム量かなり少ないんだよ。多分というか、この一番下の欄まででしょう。まあ今結構開けたからだいぶ余裕あるけど、ちょっといつの間にか埋まっててレアアイテムゲットできなかったとか結構痛いから、なるべくは整理しておきたい。で作れるものは全く変わっていない。昔であれど過去にはこんな強い装備が実はみたいなことも特にない。いや、私が一番気になるのはさ、ここじゃない？将来的にギュスの家、ここは立ち入り禁止だ。ダメか。え、この時って時系列的にまだギュスが来る前だよね。1228年って言ったっけ。いや、でも割と微妙だな。ちょうどギュスターブが幼少期のあたりではある。え、これワンチャンさ、ギュスターブとかいない？ちょ、どっかでアケビ取ってない？フリンちゃんちゃんと街探索しよう。え、これギュスターブいそうじゃない？普通に。なんか街に暴れん坊の子供がいてよみたいな話してないかな。いやー、してないか。でポケステさんが相変わらずいると。特に何もないとなったら行きますか。さあ、大陸オグチェ、無謀な挑戦をした例のここだよね。ということはもしかしてちょっとしたなんかイベントがあるかもしれない。そんな無謀なのかな。ちょっと戦ってみて様子見てみよう。今だったらさ、下手したら、いや今だったらっていうか、ネーベルスタンだったら普通にワンパンの可能性ない？デュエルなんかーい。ハメつくつくつく、乱れ好きとかないかな。乱れ好きだったら全部つくかな。あー、これなんだっけ、微妙。小僧車。つくつくは二段好き。そうだね、乱れ好きがあるとしたらつく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 かもしれんなじゃあ次つく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 でいこうか。そしてそんな無茶なことやってないくらい楽勝な感じもある。
まあ私がクベル装備を持たせたというのもあるかもしれない。あ、待って、このこいつ、この見た目強いんだよ。あ、こいつ強い。この見た目は下手したらめちゃくちゃ強いの出るけど、いや、石親父は弱い。オッケー、砂親父か。そしたらファイアストーム一発撃ってみようか。レベ12のファイアストーム、悪くないな。レベ12のファイアストームやってからの、むしろこれで追い払い完璧やん。指上げるポーズ、ちょっとプロレスラーチックな。そして湖にたどり着いたら、この上行って左か。よーし、戻ってきた。ちょ待って、ちょ待って、もう一回行こう。無謀な挑戦をしたっていうのは、まさか地図を持たずに出かけたということか。こっちか。オッケー、上だ、自分で上って言いながら上行けてなかったわ。このアリをおびき寄せて、シュイッ、完璧です。いや、まだ上あるな。左上がでも正解ルートなんだよ。なるべく左上行きたい。あ、オッケー。うわ、やば。特に何かあるわけではない。さあ、そしたらフォーゲラング、ここってさ、時系列的にはエッグの事件があった直後。待て、エッグのウィルの父ちゃん、いや、でも直後ではないか。ただウィルたちが来た時よりさらに前、何か話が変わっている可能性はある。いや、ないか。特に何かあるわけではない。まあ確かにアレクセイたちがエッグ発見して、なんかいろいろいざこざあったりしたのよりは結構時間経ってるもんな。こんにちは。その様子だと岩荒野を抜けてきたばかりですね。ご苦労様です。一人でここまで来るのは大変だったよ。シルマール、一人で無茶なことをする人だ。親からもらった大事なアニマですよ。粗末にしてはいけません。自分のアニマだ、好きにさせてくれ。それにまだ半分なんだ。これからグリューゲルまで帰らないと。一人で帰るつもりですか。私でよければ同行しましょう。よろしくお願いします。私はシルマールと言います。そうか、ここで出会ったのか。酒場に一緒に旅していた連れがいます。彼も誘いましょう。誰だ。え、待て、いや、そうなんよ。ネーベルスタンを説得するときにムートンがシルマール連れてきた。じゃあムートン酒場ムートンか。あいつ戦えんのか。で、うわー、シルマールって32歳なんだ。じゃあ現代でシルマールってもう大丈夫、生きてるかな。頭が上がらないシルマール先生で、多分この時、全然装備してないやん。お前こそナメプやん。嘘だろ。いやー、でもスキル24強いわ。アクセシルマールリオン、ね、グランドリオンみたいな。グランとリオンみたいにつけてんだけど、伝説の剣見つけちゃった。シルマール製、火と石のツール。シルマール先生って何、自分で作れんの。やば。何もいらんと。エルペトさえ撃てれば何もいらんと。そういうことですか。まあ、一応、木のブッシュファイヤー。範囲が広かった時用にブッシュファイヤーだけつけといてあげるか。気になるのは、シルマール先生は風水、なんか新しいの持ってきたな。風水師で持ち逃げダイナミックがついてないから、シルマール先生装備つけても一応大丈夫か。
JP の自然回復力効果をアップ。普通に強いかもしれん。マップが広くてなんか道中長い場合にこれめっちゃ強いかもしれん。で特にパンフルールから変わってなくて、この町はね強いツールが売ってるんですよ。ただまあサンゴの腕輪か買うん、いやでも今更微妙か。いやでも結局お金使わないんだよな。それ考えたら持ってないウィンドシェルとサンゴの腕輪と石のハンマーヘッド買っといて、で石斧の系を売るか。石斧のを売ってしまってよし。で待て待て、酒場にいるのは誰だ。ええナルセス、ナルセスだよね。おいおじおじ軍団、お前ら知り合いだったのかよ。ナルセス君、そろそろグリューゲルへ戻ろうか。シルマール先生、こんな何もないところなら最初からそう言ってくださいよ。いや違うんだよ、多分これさ、シルマール先生エッグのこと調査しに来たんじゃない？絶対そうだよね。クベルはないと思うと言ったはずだよ。それにクベルばかりが有用なものでもないでしょう。違うのか。まあいいでしょう、変わったツールは手に入りましたから大丈夫か。ところでこいつは何ですか。こいつとはなんだ。私はネーベルさん、一人でグリューゲルから旅をしてきた。一人で無謀なことをすれば勇気の証明だと思ってるのか、ガキめ。厳しい、おい厳しいな。貴様の勇気を証明してもらおうではないか。表へ出ろ。やめなさい。あれ、ま、毎回さ、なるおじ表に出ろ系だな。なんなら、ここの再現だったのか。ビルの時はさ、なるおじから表へ出ろだっけ。さあ、二人とも出発です。はい。いや、シルマール先生が大人だから気に食わんやつだ。時にはそういった人物とも協力する必要があるものですよ。ああ、こういった教えがあるからこそ、ちょっと反発していたギュスターブとか、まあ、いろいろ自分とは、まあ、合わないかなと思った人とも仲良くできて、将軍というくらいにつけたのかもしれない。それができなければ死ぬだけです。うわー、めっちゃ揃ったけどさ、正直言って戻るだけボスいるかな。特に装備、いやちょっと怖いんだよな。持ち逃げないとは思うけど、一旦古木の槍に戻しておこうかな。最悪クベル以外は持ってかれてもよし。さあ、そしたら戻るか。岩荒野を通って帰る。シルマール先生の実力を見ておこうか。ネーベルスタンがまずファイアストームで一発ビビらせておいて、シルマール先生がデルペトを打ち、強すぎだろ。でも我々強すぎだろ。食らわない、全く無謀ではない。なんなら今装備的にシルマールがいっちゃうんつえ。ほらダメージもシルマールやん。あ、シルマール、ネーベルスタンやん。お、シルマール先生とネーベルスタンの勝利ポーズ同じじゃなかった。来たー、これよ、これがここのマップ最強モンスター。今であればまあ余裕だとは思うが、やっていきましょう。仲間を呼ぶか。ザコしか呼んでこない。ボーンバファローだっけ。これザコ落とす。石化聞いたっけな。マグプロで単体ダメージはほら134。待て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 、
デルベト石化はまあ効かんだろう。え、効く、ラッキー。シルマール先生だわ。ほらポーズ似てるわ。プロテクターを入手。こいつも結構強かった気がするが、今となっては石化ワンパンか。この周りの雑魚は雑魚すぎるから、デルペと一旦内からのマグプロ。あれ、おじじ軍団強えな。さ、ネーベルさんってよく考えたらさ、なんかもっと武将的なのイメージしてたけど、あ、アニマ系なんだね。術師系なんだね。待て待て、周りもそんなに弱くない。HP 回復して、今ネーベルスタンが狙われやすくなってるから、ネーベルスタンだけ HP があればとりあえずは大丈夫そう。さすがに横は落ちる。落ちないだと。待って、やばいかもしれん。石効いてないな。デルペトが効いてない。いや、敵の防御が全体的に高えのか。 HP の回復、ファイアストームもう一回打って、デルペト、いや範囲入んないもんね。デルペと打って、ブッシュファイヤーだったら一応巻き込めんのか。マグプロの方が強いけど、ブッシュファイヤーで一応巻き込んでおこう。ファイヤーストームで落ちる気もするけど、さすがに。いや、そうだよね。じゃあ無駄。オッケー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 。いや、確かに一人でこれに当たってたらちょっと危なかったかもしれん。まあちょ、帰りは強い敵と戦ってみようかなっていうので、今あえて、この獣系とねエンカウントしてみたっていうのもあるんですけど、敵避けしっかりしてないとやばいかもしれんな。そしてな、敵避けっていうか、どこ行けばいいか分かんなくなりました。よーし、帰れた。将軍とシルマル先生にそんなことがあったのか。こんな長回しをして大丈夫か。え、むしろ若返った気分です。ではこれで失礼します。お見送りはここで結構です。将軍さ、さようならっていうんじゃなく、ありがとう。最後までスタスタと歩いて帰ってったよ。かっこいいわ、ネーベルさん。決して弱いところは見せない。さあ、そうしたら、うわー、ギュスターブ運命の日。ネーベルスタンを失い、ギュスターブどうするのか。ネーベルスタン以外にさ、軍を見れる人が果たしているのだろうかという問題もあるわ。そしてエレノアがあって、新しく出てるのはな、街が一旦消えたけど、多分これはまた復活してくるでしょう。となると今出てるのは2つか。おそらくウィルヘンの続きのエレノアとギュスターブ運命の日。おいおいおい、ギュスターブ運命の日めちゃくちゃ気になるんだけど。というところで今回はここまでにしましょう。皆さんご視聴いただきありがとうございました。